わかりました。じゃあもう入っちゃいまーす。エレカツレッスン、スマイルでスマートにスタイルアップ。私、クオマイが担当するこの時間は、心と体のコンディションを心地いい状態に整えるためのいつでもどこでもできるシンプル呼吸エクササイズ、息トレをご紹介しております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、この時間でどんなエクササイズをしようかなと思いながら来たんですが、はい、もう暑いじゃないですか。うん。でこの間、私ね、住んでるところが読売ランドのすぐ近くなんですよ。で、ワイプールがね見えるわけじゃないんだよね。徒歩で行けるくらい。あ、徒歩で行ける。見えはしないけど、でもちょっと犬の散歩で行くと観覧車が見えるくらいの距離なんですけど、実家がね、で、この週末に多分もうプールがオープンして、で、他のラジオとかテレビとかでも波のプールの話があったりとかしてて、そうだ、もうそろそろ水着の季節だなと。なるほど、そうだね。7月になって、で、やっぱり夏になると薄着にもなるし、水着にもなるし、もちろん、そうすると体のラインとかね、みんな気になるじゃないですか。で、他の番組でもこの間ダイエットをするとかね、いかに苦労せずにダイエットするみたいなねそういう話題がすごく出てくるシーズン、でもまあもう夏だし、今からダイエットしてもなかなか間に合わない。なるほどね。と思うんですよね。1週間2週間でなかなかね、どうにもならないと思うんですけど、でも私がずっと、息トレをしながら考えていることって、体の形とか、お腹、例えばお腹一つとっても、引っ込めた状態が癖になれば、それがその形になるわけですよね。癖になるんだ。なる。引っ込めた状態が癖にできる。そう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 。これはすごいね。そうそう。それを癖にしちゃえば、無理して痩せなきゃとか脂肪を落とさなきゃっていうよりも、お腹を引き締めた状態が自分の癖にしてしまえば、例えばパッて脱いだ時にもブヨンってしたお腹にはならないで見せられるので、あ、そうなんだ。それってすごく大事だし、ねえ。速攻性もある。そうそうそう、当たり前に普段生活してる、気持ちの持ちようというか、意識なので、それって大事だなってすごく思っていて、で、私のプライベートレッスンとかに来てくださってる方にもこの時期そういうのを合わせて伝えてるんですよね。で、今日は10秒呼吸でこうポッコリお腹を撃退しようという。10秒呼吸、呼吸っていうの、呼吸っていうのは呼吸の呼で、吐く息、吐く息。じゃあ10秒吐く息で、ポッコリお腹をちょっとこう撃退するというか、それをポッコリお腹に見えないように癖づけるっていう、おーすごい、エクササイズをねやっているので、それをちょっと、ラジオの前の皆さんとスタジオの前の皆とやってみようかなと思っております。はい、はい、楽しみそう、呼吸なので、吐く息なので、息をこう吐いていくときにお腹をどういうふうに、力を入れるかっていうことなんですけども、お腹を引っ込めてくださいっていうと、大体前、おへその周りをぎゅーっと皆さん引っ込めると思うんですよね。はい、そうだよね。そう、お腹引っ込めてっていうと、こうお腹から背中の方に向かって引っ込めていくイメージを多分皆さん、そうですね、持つんですけど、そうすると何が起こるかというと、だんだん前かがみになりますよね。体の引っ込めて引っ込めて、ああ、なるなるなる、そりゃそうだよね。そりゃそうなんですね。でもそうすると見た目も良くないし、例えばその状態で、よくある話が、水着とかを着ていて、みんなで集合写真撮って、お腹出てるからお腹引っ込めなきゃってなって、無意識のうちに体がちょっと前かがみになってると顔が前に出るから、みんなで写真を撮っても顔だけちょっと大きく映っちゃったりとか、うわ逆効果すぎるわけですよ ね、 それそう、もったいないじゃないですか。でもその時にお腹を引っ込める方向を変えるんですよ。引っ込める、お腹を引っ込める方向を変える。そう、何を変えるかというと、まず皆さんこう自分のお腹を、おへそのあたりを意識していただいて、おへそのあたりを、はい、で、普通に引っ込めるとおへそをへ、背中の方にぐーっと引っ張りますよね。一回戻していただいて、そうじゃなくて、おへその両側、脇腹のあたりをおへその方に向かって、肋骨がね、開いている肋骨を
ギューッと中央に向かって絞っていくイメージでお腹をへこませていくんですよ。うーん、で緩める時もそれを横方向にふっと開いていって、はい、で引っ込める時はそれをぐーっと横、体の両側から真ん中に向かって意識をこう引っ込ませていく、うん、お腹をへこませていくっていうその動きをしながら息を吐く。へー、なので分かりやすく今できる方はぜひあの溝落ちじゃなくて肋骨のあたりに右手と左手を添えていただいて、でそのまま10秒なので息をふーっと吐きながらぐーっと絞りますね、体を。でそのまま10秒キープします。吐いたまま1、2、3、4、5、6、7、8、9、10リラックスして、そう、それをあの意識的に何度かやっていると、うん、お腹を引っ込めるってなった時におへそを後ろに下げるのではなくてキュッと引き締める、こう横に向かって細くなる、そうすると体の形は必ずくびれがこう出てくるんですね。へー、ウエスト周りが細くなるので、なので写真を例えば撮るとか人前に出ると、洋服着てても着なくてもそうですけど、何かでこう体を見せるってなった時に今の脇腹を真ん中に寄せるっていう意識をしながら、うーん、でそれを息を吐きながらお腹の空気を出しながらやって、でなんで10秒やるかっていうと、10秒間もちろん吐き続けられる人は吐き続けていただきたいですが、うん、途中で息がなくなっちゃった方はそのまま止めておく、うん、息を吸わずに、息を吸わずに止める、はい、吸わずに吐きっぱなしで吐いてる、まだまだ空気ないんだけど、うん、まだ吐いてるよって意識をしながら止めて力を要するに入れたままでいる、うん、そうすると内側の筋肉にこう圧がかかったまま維持できるので、へ、例えば腹筋運動してるような同じような感覚で筋肉に負荷をかけて鍛えることができるんですね。うん、どこでもできるし、いつでもできるし、で本当横に縮むね。縮むんですよ。縮むんですか。うん、これは人生初めての体験かもしれない。まあ縮む余裕があるんだって。ってことは膨らんでたんだと。ああ、暴露してしまう。してしまう。はい。でもね、今のこの横向きに引っ込んでいくってこう。っていう意識を、あの鏡をぜひ見ながらとか、お風呂に入る前とかにちょっとやってみてください。本当にあのお腹って前後だけではなくて、うん、横に引っ込んでいった方がスタイルがよく見えてくるんですよね。なるほど。でその意識をあの普段からしていくと、うん、一番最初に言ったそれが癖になるので、うん、それが私の形になり、それがムッパの形になりって。へ、そうするとね、ダイエットとかをわざわざダイエットを時間かけてしなくても見た目の印象は変わってくる。これってお腹周りのインナーマッスルを鍛えるんだよね、きっとね。そうです、内側の筋肉を筋トレする感じ、ね、なるほど。横に、横にというか内側に縮める。縮める、そう。なるほど。言ってる人いないんじゃない？初めて聞いたような気がするけど。あ、本当ですか、うん、そうそうそう、なかなかね、いろんなみんな多分言い方を表現を変えながらやってると思うんですけど、うん、そういうことをね、ちょっとプライベートのレッスンとかでお伝えしてるので。あ、そうなんだ。みんなでね、見た目が良くなった方がいいじゃないですか。で、その皆さん効果が出てる。出てる、出てる。あ、そう。出てます、出てます。あの男性の方なんかでね、ベルト あの穴を変えましたとかの方もいらっしゃいます。さすが、すごいな。そうなんだ、ね、そうなんですよ。結構ね、そうすると、まあ、引っ込んだ状態があの当たり前になってくると、うん、あのまあ、見た目も引き締まって見えますし、姿勢も当然今みたいな引っ込め方をすると猫背になったりなれない、なれないので、うん、あの見た目もそもそもの姿勢もシュッとしてくるし、で下っ腹に常に力が入っているので声の出し方も変わってくるんですね。へー、なのでいろんなところにいい影響が出てくるので、まずはお腹を横方向にこう、うん、絞っていくって言って、なるほど、やってみてください。はい。ありがとうございました。はい。ではバトンをまこちゃんに渡します。なるほどね。お腹を引っ込める。